太平洋戦争、太平洋戦争、太平洋戦争は1879年から1884年にかけてボリビア共和国及びペルー共和国とチリ共和国の間で行われた戦争である。1941年に勃発した同盟の戦争と区別するため小石戦争とも呼ばれる。南アメリカ大陸の太平洋岸の主原地帯を 巡る戦争であり、軽装参加国の使用功績が小石であったことから、小石戦争、使用石戦争とも呼ばれる。太平洋戦争とは、スペイン語のゲラ・デル・パシーフィコの訳にあたり、ゲラが戦争、エル・パシーフィコが太平洋の意、主に海戦が主体であったことによる。16世紀にスペインやポルトガル王国などの植民地となっていた南米諸国は、 フランス革命などの影響で19世紀には独立運動が起こり、ホセデ・サンマルティンにより1818 18年にはチリが、1822年にはペルーが独立した。その後サンマルティンに代わって、北のベネズエラからヌエ・マグラナダ、グアヤ・キル、キトと解放戦争を進めていたシモン・ボリバルとアントニオ・ホセデ・スクレによって、 スペイン軍最後の拠点となっていたアルトペルーは1825年に解放され南米の解放戦争が終わった。同年アルトペルーの指導者は解放者シモンボリーバルにちなんで国名をボリビアと改め独立した。これらの国々では独立後も主導権争いが起こり、ペルーとボリビアではカウディー所、地方の軍事指導者間の内戦が続き、1836年には ボリビアのアンドレス・デ・サンタクルス大統領がペイを征服してペルー・ボリビア連合が成立するなどの動きがあったもののチリとアルゼンチンのフアン・マヌエル・デロサスの攻撃により1839年にこの連合が崩壊すると以降は再び内戦と無政府状態が続いていたペルーでは1845年にラモン・カスティージャがこの混乱を収めイギリス資本の借によって グアノが開発されると、その資金を背景に1868年頃までは、経済的にも安定し、公共事業が進められ、鉄道が各地に建設された。1860年代にスペインは、ペルーの再侵略を図ったが、1866年5月2日ので、ペルー軍が勝利すると、最終的にスペインのアメリカ最植民地化の試みは繋かれた。 しかし1870年代に入ると、鉄道建設は莫大な赤字を生み、そのために、対外債務はますます増え、さらに内政も混乱を迎えた。一方、ボリビアでは1855年に、ポプリスモ的なマヌエルイシドロ・ベルスー政権が崩壊した後も、事実上の支配者として、ベルスーが君臨していたが、1864年に、 ベルスを暗殺して大統領になったマーアのメルガレホの時代に国家の混乱は頂点に至った。メルガレホは社史にふけるために紙幣を乱発し、さらにはあたかまの小石採掘権もち理に売ってしまった。インディオの共有地を解体して大土地所有者に分配し自由貿易を導入してそれまで保護されていた主工業を崩壊させ、 このような政策に反対したキティカカコ周辺のインディオを虐殺するな人種間の対立も強められた。こうして暴政を行ったメルガレホは1871年に追放されたが、その後も政治は安定しなかった。一方で、ラテンアメリカの中では、パラグアイと共に独立後の自由党と保守党の間の内乱と無政府状態を逃れていたチリは、 ディエゴ・ポルターレスをはじめとする保守派の強力な指導の八2833憲法を制定し、保守派の指導のもとで国家の安定と強国政策を実現した。その後南部のパタゴニア先住民、マプチェ族を討伐して領域を安定させると、アラウカニア制圧作戦、経済政策として小石をはじめとする鉱山開発を開始した。アタカマ砂漠において、 小石や鉄鉱石の鉱脈が発見されると、イギリス資本の提供を受けた地理企業が、ボリビア国境地帯へと進出し、ボリビア領、アントファガスタ県、ペルー領タラパカ県において、採掘権を得て、開発を開始した。そして上述したように、メルガレホの追放後財政難であったボリビアと、グアノ、トリクソ石の枯渇と、価格暴落に直面していたペルーは、 小石採掘に注目。1873年にペルー・ボリビア両国は対チリ小石地帯防衛のための秘密同盟を結んだ。1874年にボリビアとチリの間でアントファガスタ県においてはボリビアがこれ以上チリイギリス系企業に対して輸出税率を上げないことを決めた条約が結ばれた。1875年にはペルーが タラパカの地理系企業を優勝接種した。1878年12月、秘密同盟を後ろ盾にした、ボリビアのイラディオンダサ大統領は、地理系企業に輸出税を課税した。チリがこれを1874年協定違反だとして、拒否すると、ボリビアは小石を禁輸し、地理企業を接種した。1879年2月、小石企業の保護のため、 チリが5000人の兵力を派遣して、アントファガスタを軍事占領し、ボリビアの太平洋地域を制圧した。ボリビアのダサ大統領はペルーに援軍を要請しようとしたため、4月5日にチリはペルー・ボリビア両国間の秘密条約破棄を迫って、両国に宣戦布告した。陸軍兵力では、ボリビア・ペルー側に有利であったが、海岸線の長いチリでは、イギリスの指導で、 海軍整備をしているのに対し、ボリビア海軍は長く続いた混乱のため未整備で、ペルー海軍のみで、チリ海軍と戦うこととなった。チリは2隻の艦隊をバルパライソからペルー王家へ派遣し、タラパカ州行き家を海上封鎖する。5月には、ペルー海軍の集結していたカヤオの奇襲を試みるが、カヤオのペルー艦隊、ミゲル・グラウテイトクはアリカ州へ向かう。 兵員輸送の護衛任務で出航しており、戦闘は回避される。2隻のペルー艦隊は、輸送任務を終えると、イキ家の封鎖を破るために南下し、5月21日には、湾港で、キ家の海戦が行われる。海戦は、ペルー側の装甲艦、ワスカルによる、昇格攻撃で、チリカミ一隻を撃沈するが、ペルー側も、主力艦一隻を座礁で失う結果となる。この結果、 西海圏は、チリ側に有利となり、ペルー海軍の行動は、グラウテイトクザ城のバスカルによる、輸送船への砲撃や、港湾施設襲撃などのゲリラ戦終始する。10月8日、アントファガスタ沖で行われた、アンガモスの海戦で、グラウテイトクランが戦死し、バスカルは、ダホ、西海圏は、完全に、チリ側に握られる。途中で、チリ南部のマプチェビトが、 チリ政府に対して最後の反乱を起こす事件があったがこれは自圧された。1880年6月にはペルー領のアリカとタクナがチリ軍に占領され、10月にはチリ軍は南部のピスコへ上陸し、イカを占領した。ペルー軍将兵やインディオは各地で玉砕戦を続けたが、チリ軍はペルー首取りイ侵攻。 翌1881年1月には攻撃が開始され、同月には2万5千人のチリ軍が市内へと進撃する。ペルー政府はアンデス山脈に逃げ込み抵抗を続けるが、新たに大統領となったミゲルデイグレシアスは降伏した。1883年10月20日にアンコンで講和条約、アンコン条約が結ばれた。 翌1884年4月4日、ボリビアもチリと急戦し、バルパライソで急戦条約、バルパライソ条約が締結されたが、正式に講和するのは1904年になってからだった。チリはペルーからタラパカ県を、ボリビアからはアントファガスタ県など海岸沿いの領土を割上させ、さらにペルー領であったた、クナ県。 アリカ県を獲得したタクナは1929年にペルーへ返還。戦争の結果、鉱物資源の輸出でチリは経済成長し南米の大国とみなされて第一次世界大戦までに a b c 三大国としてブラジル帝国やアルゼンチンと肩を並べるまでになった。沿岸部の領土を失ったボリビアは内陸国となったが主力は海兵隊であるものの現在でも 組織として独立した海軍、フェルサネーバル・ベリビナ、ベリビアン・ネーバル・フォースを保有しており、主に、キティカカコやアマゾン側や大西洋に展開している。現在でも、ボリビアは、チリとの正式な国交を回復しておらず、天然ガスの輸出用パイプラインをアルゼンチン領土を超えてはるか、大西洋側に伸ばしている。一方、チリ・ペルー間の国交は回復しており、 同国間に鉄道が設置され、またパンアメリカンハイウェイの一部がありかとタクなを通過している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。